それでは本日は、2016年モデルメガーヌ、GT220 のご紹介をさせていただきます。まずこちらのお車なんですが、外装色ブラックですねのソリッドカラーとなっております。でまた走行距離がですね、なんと今現代化で175キロということで、もうほぼ新車状態でございます。でもちろん外傷はありませんし、新車状態ですねのお車となっております。はい、まずこちら18インチのアルミ装備しております。でタイヤの山もですね、もう全くの新品でございますので、十分山ほどございます。はい、はい、でこちらのお車のスペックは、2リッターの直列4気筒ターボの、220馬力発揮するお車となっております。はい、あとはリアですね、こちらパークセンサー装備されてますので、後退時も安心して行うことができます。ではトランクスペースのご説明をさせていただきます。はい、メガード特有の、深さがある、トランクスペースとなっております。またシートを倒していただいて大きなお荷物も積めますので、ゴルフバッグなどでも全然積めますので、まあ、小旅行でも全然お使いできる一台となっております。はい、では内装のシートですねのご紹介をさせていただきます。まあ、こちらもブラックハーフレザーとなっておりまして、使用感はですねゼロです。ほぼほぼ新車状態なので、もう文句なしの一台かなと思います。それではエンジンの方を始動させていきます。こちらのカードキーですね、こちらを差し込んでいただいて、こちらのプッシュスタートボタンでエンジンスタートとなります。はい、まずステアリングですが、ブラックレザーのステアリングにレッドステッチのかっこいいステアリングとなっておりますですね。ステアリングの右側なんですけれども、こちらに音量調整と電話と総数設定ですね装備されております。エアコンのパネルとなっております。あとこちらにメディア系ですね。でシフトはですねマニュアル、1速から6速まで装備されております。でまた、こちらのシフトのですねこの部分を上げていただいて、一番左側に倒していただいて、前に倒していただくとリバースに入ります。ここにルノースポールの文字が、印字されてます。はい、それでは2016年モデルメガーヌ GT220 のご紹介でした。非常に希少なお車ですので、お問い合わせも多数いただいておりますので、ご検討の際にはお早めにお願いいたします。それでは本日は、2016年モデルメガーヌ GT220 のご紹介でした。ありがとうございました。